ペルシティツァは、ブルガリア中部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体であり、プロブディフ州に属する。ロドピ山脈のふもとに位置し、プロブディフから 22km の距離にある。ペルシティツァ近くの赤の聖堂1876年、オスマン帝国支配に対する4月放棄の中で、戦場となったことで知られており、帝国の非正規兵によって、 住民の過半が虐殺された。フランスのジャーナリスト、イバンデ・オースティンは1876年に町を訪れた時のことをフィガロ紙に記しており、2000人の住民のうち生き残っているのは、老人と子供150人のみであると書かれている。ペルシティザの名は、スラブ神話の神、ペルーンに由来するペリシティザから来ている。ペルシティザでは、 マブルッドダネのブドウが栽培されており、ブルガリアワインの生産地である。ペルシティツァの中心部から2キロメートル南には、5世紀から6世紀に、かけてのキリスト教聖堂の遺跡、赤の聖堂があり、ペルシティツァの象徴となっている。ペルシティツァ基礎自治体に属する、マチ村は、ペルシティツァのみである。ありがとうございます。